今月17日に投開票が行われた兵庫県知事選では、斉藤元彦知事が110万票以上を獲得して再選しました。知事選をめぐっては、今月14日に県内22市の現職市長が、次点で敗れた前尼崎市長の稲村和美さんへの支持を表明。しかし22市の中で稲村さんの勝利はお膝元の尼崎市のほか、川西市、丹波篠山市、宍粟市の4市にとどまりました。こうした中、22市長の一人、姫路市の清本秀康市長は今日、私自身は、その名前を連ねる、最終的にああいう記者会見をするっていうようなことについては、存じ上げてませんでしたし、後援会の会長とかに相談があったようですけど、後援会の会長そのものは稲村支持で、ありますのでね、スルーしていったんだと思います。海外出張のため会見などについて知らなかったと釈明しました。一方、市長に何が悪い、誰やんたら稲村や記者会見での机を叩く行為が SNS 上などで批判された相生市の谷口義樹市長、今日の会見で選挙となると気合が入ってしまったなどと述べ謝罪しました。私の言動によって斉藤知事さんをはじめ、多くの方に、大変な不愉快な思い、をかけてしまいましたこと、心からまずもってお詫びを申し上げたいと。今月26日に知事と市長らとの懇話会が開かれますが、どうなるのでしょうか。